マナリに夜行バスで行きたいと思います。今ニューデリーステーションにいるので、メトロ反対側まで行って、でそれでカシュミリゲートの方に行ってバスを待ちたいと思います。なんかバスチケットはレッドバスで取るとインドの番号がなくても取れたのでおすすめでした。値段も1000ルピーぐらい、900何ルピーで安かったです。犬がおしっでメトロに行くためにはこのニューデリーステーションを横切るこっち側に行かないといけないんで、ちょっとね歩きます。メトロのエレベーターのところまで到着しました。この階エレベーター登って、こっち側に向かいます。暑い。はい、なんかメトロに行くまでメインバザールの方からだとニューデリー駅を通らないといけなくて、でその時になんか警察の人がいるんでちょっと聞いて、それで入れば全然大丈夫かなと思います。なんかインド人の友達に聞いたら、なんか入場券を持ってないとたまになんか言われるみたいな、なんか言ってたんですけど、まあ大丈夫かなと思います。メトロはこんな感じになっておりまして、こっち側の方ですね、行きます。すごい綺麗ですね。ここだけ見ると綺麗ですけど、メインバザールの方とかもうめっちゃぐちゃぐちゃですからね、場所によって差が激しいっていう。こっちだ。歩いて15分ぐらいしてメトロの入り口に到着しました。はい、あ、すごい、ちょっと冷房が効いてんのか涼しい。めっちゃ気持ちよさそう。はい、ここで3駅かな、なのですぐのところなんですけど、行きます。この前の人もなんかカシュミリゲート行くらしい。悪い人は悪い人じゃないんですよね。人によって差が激しいインドは。あ、そう、イエローラインってありますね。5年前にインド来た時よりも駅のホームとかがすごい綺麗になってて。すごい綺麗になるとか早いですね。スピードがすごいのかな。あ、でもなんか雑多なところは雑多のとこで変わらないですけどね。あ、疲れた。メインバザールからメトロに行くまでがなんか結構時間かかる。あと今日は夜行バスなんでこれからもう寝るだけだから眼鏡つけて、あと歯も磨いたのでもう寝るだけですね。このおじさんも一緒に行きます。一緒には行かないけれど。はい、で荷物チェックをしてチケット買って入ります。はい、それでは20ルピーでチケットを買いました。これで入ります。見せて入りました、ね。Walking on metro track or defacing metro property is a punishable offence. Please do not touch any unattended object. It may contain explosives. Only if you need to prevent metro pollution or not against such object. 電車がのナンバー1まで到着しました。じゃあ、もう目の前がバスターミナルになってるので、バスが来るのを待とうと思います。まあ、横にバーガーキングとかあるから、まあ、ちょっと入ってもいいかな。一応ゲートナンバー1の前を通ると目の前はもうバス停です。30分前にバスが来るので、ちょっと待とうと思います。さっき言ってたゲートではなくて、待ち合い場所は、ここになります。カシミリゲートナンバー1の通路を右に曲がってまっすぐ歩いて1分ぐらいのところに、このラクシミホリデイズっていうオフィスがありまして、ここが受付になって、7時45分にここにバスが来ます。で、今ここで待ってればいいんですけれど、ちょっとまだ7時10分であと35分ぐらいあるんで、まあちょっとバーガーキング行ってもいいかなと思うんですけど、どうしようか。ちなみに今回のバスはレッドバスというサイトから自分で取りまして、結構エージェンシーとか通すと1500ルピーとかするみたいなんですけど、自分で取ったので980ルピーぐらいでした。でバスの座席も一番前で自分で指定できたし、日本の携帯番号で登録ができて、インドの携帯番号必要なくできたので、これはめっちゃ適当に検索したんですけど、めっちゃ良かったなと思います。で、なんか登録したチケットとかはメールとあと WhatsApp に来ました。じゃあちょっとここで待ちます。बुकिंग कर देगा उसी बार जो साइकिल तो ड्राइवर से साइकिल Thank you. 荷物を置いてこのバスで、マナリまで向かいます。バスはこんな感じです。すごいめっちゃ綺麗。一番前かと思ったら 2B でしたので、ここで座ります。すごい、めっちゃ綺麗。はい、これでとりあえずマナリまで行けそうです。あ、すごいちゃんとしてますね、シート。なんでだ。私なんかシートナンバーの 1B で予約したんですけど、なんか 2B って言われて2列目になってました。1列目が良かったのに、しょうがない。それなら窓側が良かったな。クソめが、まあしょうがない。今私後ろの席に座っていたんですけれど、なんかチケット見せたらあなたは 1B ですって言われて、まあ 1B なんですけど、で前に座りました。まあ2列目でもいいんですけどね、なんか前の席だとこんな風になっていて、一番前がよく見えるので次の日とかいいかなと思ってここにしました。こんな感じで、まあ、結構広いですよね。あとシートがすごくしっかりしてます。今7時56分なので、あと4分ですね。なんか今全然人いないけど、今乗車率は3割ぐらいですね。8時2分、バスが出発しました。デリー市内を抜けるまではこんな感じで渋滞に巻き込まれてるのかなという感じですが、これから北部の方に走っていきます。今現在横には人がおらず、リュックを、ね、ここに置いて優雅に過ごしております。でも途中で乗ってくるかもしれないから、そしたらどけてしますね。ほぼフラットで寝られます。日本の夜行バスより全然楽ですね。こっちの方が広い。あと席がいい。足も伸び伸びシートでございます。休憩スポットに入りました。30分間ご飯食べたりとかしてきてって感じだったので、ちょっと見て回りたいなと思います。そう、ここが休憩のターミナルになってる感じで、なんか飛行機がある。なんかここでご飯食べるって感じなんですけど、トイレ行きたい。なんかゲームセンターみたいな感じなん食べれないからあれだけど、マサラドーサとかあんのか。どうしようかな。ちょっとどうしようかな。横にもあるので横も見てみようかな。バスに戻ってきまして、結局ご飯は食べずにこのポテトチップスをね2つ買いました。25ルピー50ルピーかな。まあ適当にこれ食べてお腹空いたらね、まあ、しようかな。なんかマサラドーサとか食べたいなってちょっと思ったんですけど、さっき出かける前に焼きそば食べたんで、まあ、ちょっとあんまりいっぱい食べるのもあんまりかなと思ってやめましたじゃあまたバス待って走りたいと思いますって言っても私は走らないんですけど、バスが走るなんかここすごいパーティーピーポーのなんか集い場みたいな感じで、なんか飛行機が2つ、すごいですね。なんか横の女の人がなんかめっちゃ太ってて、なんかもうすごいもうやばいあ、でも男の人じゃないだけ良かったなっていう感じです。おはようございます。現在時刻は5時27分になります。昨日の夜8時に出発をして今ここまで来ました。一応10時半に着く予定なんですけれど、結構順調に来ているみたいです。でここ今いるところはアムリトサルっていうパキスタンの国境のところと同じぐらいの緯度になりまして、結構涼しいです。空気もデリーより全然マシになってるかなと思います。結構霧がかかってるのかこの空気が汚いのかよくわかんないんですけど、今こんな感じです。で15分の休憩が今ある感じなんですけれど、このあとまたすぐ移動になります。蚊に刺された。最悪。なんか昨日の夜寝たんですけど、横の人がめっちゃすごいなんか 1.3 倍ぐらいあって、なんか私ずっとなんかめっちゃ私の席のなんかこっち側までなんかもうめっちゃ体がなんかもうすごくて、もうなんかちょっと大変ですね。ああもうまあしょうがない。あと3時間4時間ぐらい頑張って耐えてマナリに到着できればと思います。ここが休憩所になります。15分なのでご飯なんかティーブレイクと言ってましたね。これが今乗ってるバス。ここからは北インドマナリでの道中の様子をお届けします。今までいたインドとは全く違う景色を見ることができました。ニューデリーからマナリまでは夜行バスで約14時間。朝起きるとそこは昨日までいた猛暑のインドとは全く違う清々しい景色に出会えました。山の中にそびえる町はまるで日本の温泉街のよう。山の間を流れている映像の下に見える川は周囲の山から降りてきた冷気で濃い霧を発生させています。朝日と合わさって幻想的な雰囲気でした。とはいえマナリに行くには道中いくつも山を越えるので、一部崖崩れが起きていたり、道路の幅がギリギリなところを何度も越えて向かって行きます。崖だ崖。いで道路はありますが、下を見るとガードレールがなかったり壊れている場所もざらにあって、真下はもう川なので綺麗な景色とは裏腹に緊張する場面がいくつもありました。崖沿いを走ってる感じがします。イスラマバードからプンザ行きのパキスタンの夜行バスの方が崖ギリギリを17時間走るので怖かったですが、マナリの道中もなかなかです。今思うと北インド、パキスタンの北部への道中は山が連なっている地域だったんだなと感じます。国境で見ると意識することはなかったですが、体験するとなんとなく陸続きに地形が成り立っているということを感じました。すごい崖沿いを走っております。めっちゃ綺麗、なんか箱根みたい、車が通るたびに現実に戻される。ここは日本じゃない。してた時の動画見てたんですけど、なんかすごい自分の動画なんですけど、綺麗だな日本とか思ってたんですけど、翌日にこのインド版を見れてなんか感動です。やっぱ山の大きさが桁違いに違う気がしますね。山がでかい。川や山だけを見ていると日本だと日本の心に気持ちが帰るのですが、その矢先に現れるインド、パキスタン、ネパール、南アジア特有の超カラフルな車を見ると、ああそうだよね、ここは違うよねと現実に戻されました。マチュピチュ村まで行く時の電車も全く同じ感じで、すごいもののけ姫を思い出したんですけど、ここでもすごくそれを感じております。本当にすごいんだよね。こが霧になって下が川になってで山。この前までいたバラナシ、アグラ、ジャイプールと全く違うマナリまでの道中、同じ国にいるとはいえインドはメキシコのように場所ごとにいろんな顔を持っている国なんだなと感じました。次回機会があれば北東インドやケララなど回ってみたいです。北東インドは第二次世界大戦で当時イギリスが支配していたインド北東部の攻略を目指して旧日本軍が進軍したインパールがある場所です。日本からラオス、ミャンマーで見られる熱帯雨林を歩いてインドまで来ていたこと、今では考えられない時代があったということ、その場所に一度行ってみたかったのです。また私は20歳の時に一人の友達と出会いました。その友達は北東インドマニプール出身で、私たちと全く同じアジア人の顔をしています。インドの地図をよく見ると、実はバングラデシュよりも東側にまだインドがあったのです。当時インド人は顔が濃くて色が黒い人たちだけだと思っていたので、その友達との出会いは本当に衝撃でした。日本にはない人種のダイバーシティという言葉を心から感じた経験でした。ということで、マナリまで到着しました。ここ今マナリに到着してるんですけれど、泊まった最後のバススタンドがちょっとマナリの広場から下の方1キロぐらい下の方で、今横に一緒の席だったドイツ人の人と街まで向かっております。なんかここ川が通ってて、前の人がそのイギリス人じゃなくてドイツ人の人なんですけれど、すごいここが屋久島みたいに森がすごいですね。杉なのかな、なんかこれであと800メートルぐらいかな、歩いて町まで向かいます。めっちゃ疲れたんですけど、とりあえず今日泊まるとこに到着しました。この下を下ってきたんですけれど、標高2000メートルぐらいあるからめっちゃ疲れました。はい、じゃあというわけで今日はニューデリーから、マナリまでバスで来るっていうことで、無事とりあえずつけてよかったなと思います。じゃあ見てくださった皆様どうもありがとうございました。もうめっちゃ切れる。なんかブッキングのやつめっちゃ評価良かったんですけど。